請求列車の開拓者様、ようこそ。どうかお許しを。例の夢の泡を体験。この夢はベテランプレイヤーの中ではもっと。ああ、旅立つ前に。これは少し特別な記憶。背中を任せられる？どうやら殺人事件のようね。殺人。耳なじみのな。たとえ夢の中で鉄槌に何度も何度も撃たれても。果たしてそれはどうでしょうか。実際に死傷者は出ていなくても殺意は明らかではありませんか。ああ、仮に現実で怪我をしなかったとしても、普通は路上を歩くだけで土に撃たれはしん。二人はオーク家が送り込んだ探偵だったな。なら現場の調査を任そう。私は。お姉さん、一体どんな手を使ったのです？あっという間に僕たちを探偵だと信じ込ませるなんて。記憶に暗示をかけただけ。みんなの記憶の中に同じ出来事が存在。もっと時間があれば、私が調和本人の写し身であると彼女。それじゃあ次はあなたの仲間についてお話を。ガーデンのメモキーパーちゃん、前々から気になっていたの。ホテルにチェックインした時からずっと陰で花火を覗き見てたでしょ。無境に入ってもしつこくつきまとってくるし、商店街のショーウィンドウからエディオンパークのみの。ねえ、もしかして花火のこと好きなの？ふーん。オーディショッピングセンターの近くに謎を置いてきたよ。あんまり花火を待たせないでね。実際のところピノコニーへやってきたメモキーパーは、お面が言っていた場所はここね。ただ花火さんの言う、はあ、こうも真っ向からちょ。お姉さん、勘弁してください。僕はただ友人として彼女の代わりに手紙を届けただけです。まさか手紙が宣戦布告だとは本当に思いませんでしたよ。ほらかなり怯えている。やれやれ。まだやることが残っていたのか。
スワンさんの言う。ああ、旅立つ前。これは。知りたいことがあれば何でも聞いてくれ。被害者の身元？スターピースカンパニーの社員で、名前はシャマリ。目撃者の証言によると、身幅の広い服を着た大男がシャマリとすれ違った。シャマリは即死し、夢から目覚め、犯人もすぐさま聞いただけで花火の仕業だと分かります。あそこにいる二人のおじ、犯人がどこからかさらってきて、わざとここに置いていったようだ。あいつらずっと喋らないんだ。どうやら花火が残し、何か手がかりはあった？突発的な事件だったから特に役立つ手がかりはないんだ。残さ凶器を現場に残していったのは。シャマリさんは今どこに？それは難しい。ウォーク家が彼にメンタルケアを施した後、シャマリさんは夢だから邪魔しないでやってくれ。シャマリを見つける頃にはもう花火によってピノコ。結局花火さん、ブラックスワン様、お待ちしておりました。オイラはここの与力で、隣にいるのは。おや、コールドフットか。裏切ったん。喋るんですか？お姉さん、やはりこ。お姉は黙ってよ。ブラックスワン様はどえれい聡明なお方だと聞きやす。きっと花火様殺害事件。被害者はスターピース。違いますよ、ブラックスワン様。被害者は金槌家の当主、金槌花火様です。どうやらこれは花火さんが手掛けるショーで、実際の事件との関連はないみたい。聞いたことないですね。でっち上げだと思います。本来であれば本日は金槌の館で3名の武士を迎える日ですが、花火様はハンマーで頭を潰され、その場で命を。私の調査によると、3名の武士はある貨物を領地内まで運ぶ。3人はやっとのことで逃げ出しましたが、貨物はほぼ奪われました。でということは、3名の武士が共謀して。捜査終了。いやいや、犯人は1人であるべきだ。辻褄を合わせることができ。そうだ、3人は復讐の座を巡って争ってたんだ。うまく合わせたとは言えませんね。ブラックスワン様、調査を始めてください。現場には手がかりがいっぺん残されてますから。事件に関する書類をまとめましたので、容疑。ブラックスワン様、この事件の3名の容疑者を紹介いたします。ゾロは花火様の部下の猛将で、勇敢に山賊に立ち向かいましたが、ショウさんは肝が小さく、山賊に遭遇しすぐ背を向けて逃げ出しましたが、岩に激突して顔全体がめちゃくちゃになりました。彼は街でも稀に見る美男子だったのに、惜しいことです。最後はユウ、欲張りなやつで、せっかく逃げ切ったのに残りの貨物を自分の。ちょっと待ってください、いきなり情報量が。覚えられましたか、ブラックスワン様。覚えたけど、探偵助手さんからまだ質問があるみたいだから。ゾロは花火様の部下の猛将で、勇敢に山賊に立ち向かいましたが、不幸にも右手を切られてしまいました。ショウさんは肝が小さく、山賊に遭遇しすぐ背を向けて逃げ出しましたが、岩に激突して。最後はユウ、欲張りなやつで、せっかく逃げ切ったのに残りの貨物を自分のものにしようと。以上が3名のよ。おやま、このハンマーかなり。花火さんも。僕、
両手を使う。見てください、ID カードです。シャマリさんが夢から目覚めたのだから、彼の所持品も夢から消えるはずなのに。これは花火さんがわざとの。証拠はこれだけですか？ご飯！驚きましたよ。君たちは2つの証拠、シャマリ殺害事件と関係のあるものを見つけた。花火はもの、でも他にも手がかりはあるよ。どうしてそんな。現場に余計なものをたくさん置いたら調査の邪魔になるでしょ。はいはい、わかりました。花火さんは調査に面白さを加えたいのね。この小さな装置はな。ちょい待ち、ブラックスワン様、こいつは花火様が残した相互保証で、花火様も同じボタンを持って。どっちも確かに違いはね。なんでやねん。え、じゃ公平だからって。なんでやねん。これはまた何です。見た目がなぜ請求列車の車掌なのかはさておき、ブラックスワン様は詳しくねえかもですが、推理門ではこれを空誠二神の拠。なるほどね。でもそれを伝えてしまった。そいつはお二人ありがとう。そこまで合わせる必要。これは先ほどまでは古風なスト他の手がかりはもうないみたい。次は犯人を見つ。ゾロって人は確か手を切られ、ショウさんって人は確か顔がめ、ああ、ユウという方は印象。逆に考えるのはどうかしら。誰が。おや、その口ぶりから。で、
犯人は誰ですか？翔さんって人は確か顔。おや、そうです。おや、そう。顔に重傷を負うなんてかわいそうね。なら翔さんが犯人で、ゾロって人は。与力の話によると、ゾロは利き手に重傷を負い、左手で生活することを余儀なくす。ゾロの容疑がとなると、ブラックスワン様、調査を始めてください。真犯人は。で、次。どうやら謎そのものを解くのではなく、一つ忠告さとりあえず彼女の思う。一つ気になったのですが、いいでしょうか。一体どうして花火の挑戦にここまで身を入れるのです？それともまさか興味を持ったのは花火本人ですか？言ったでしょ、負けていられないって。メモキーパーとしての責務もあるわ。十分に面白い記憶を収集しないとね。生命の賛歌、世界のための歌、ロブ、ロングライフライフコンサート。うわ、一面散らかっていますね。そして、おっと、ブラックスワン刑事。もう、あなたたち二人なしではどうすることもできないわ。おや、ど、しゃべる、しゃべる。そんなことないわ、所長。今回は現代。早速、今回の事件について話す。また花火です。おお、笑いの神様よ。は、店員が様子を見に行ったら、花火、そして現場には3人の。またこの3人だわ。覚えやすいだろう。今回はさすが花火さん。最後に監視カメラ。もう辻褄を合わせ。おお、笑いの神様。ブラックスワン刑事、資料室は。では紹介するわね。まずは店員のユウ。彼はピピシ人で、身長は花火様の腰までしかないの。それでよくバカにされていて。次は負傷のゾロね。彼は今ピノコに。そして最後はギャンブラーの少佐。以上が3名の容疑者。結構よ。ネクタイね。先ほどのすネクタイに。ご用の使い方。地面に帳簿が落ちている。帳簿の扉。この千花通さんが今回。どうやら最初の事件と同じく。そう、調査の邪魔したくないと。ですね、特に変わったところは。普通の人の半分サイズね。それか絵を描くのがとても上手か。で、
なんか匂いますね。サンポさん、冗談もほどほど。私が知っている仮面の愚者をそんなにそんなには。この時計、開けてみましょう。中に指輪が入っていました。それはな、被害者の口の中。被害者の口の。おや、指輪の底。他は特にないみたいですね。あなたには感謝しないとね、探偵助手さん。犯人は誰だか分かりました。ええ、ただの直感に過ぎないけど。神様よ。ええ、そんなとこ。さすがブラックスワン。では聞こう、犯人は。ほう、おお、犯人は分かっ。ショウさんはどうし、ん、これではないのね、うん、これではないのね、これではないのね。証拠は。ああ、それで間違い。ギャンブラーの翔さんはとても貧しかった。では彼はゾロの。だがまさか花火様が指輪を。なんというさ。なんだか違和感がありません。ええ、あなたの言う通りね、探偵助手さん。なるほど。ビンゴだ、やるし。所長、犯人は言う。ブラボー、笑い。じゃあ、そもそも犯人はいなかった。オーマイガー、副所長か。ほらね、花火さ。そんなしかめつら。それは置いといてだ。やっぱりキリがないで。じゃあな、グッドラック。お、あなたの予想通りでしたね。謎はただの見せかけに過ぎない。あの子は僕たちで遊んでいるだけのようです。どうします、このままだと振り回されるだけですよ。花火さん面白い人ね。彼女の心は複雑なようでとてもわかりやすい。ブラックスワンさん、サンポさん、やっと来てくれましたね。実はここで。予想通りというか。あ、昨日私と助手は大芸執事の翔さんによると部屋。その瞬間私は事件の匂い。すると部屋は血だら。私は慌ててそばにあった屋敷にいたのは私たちのほか。おそらく今こんな手間のかかるか。え、うん、ズルはダメです。どうしたの、探偵助手さん。あ、いや、僕はその待って、ブラックスワンさん、ちょっと待っててば。じゃじゃーん。こっからはショーの中でも最もロマンにあふれた心躍る部分、観客への挑戦状。みんな知っての通り、怖い仮面の愚者花火は他の人の姿に化けることができるの。そしてこのショーで悪役の花火ちゃんはもうすでにある人物に変装してる。そこで問題、この人物とは誰だ。そうそう、メモキーパーちゃんは密室殺人事件に挑戦したくないみたい。でも大丈夫、もし興味があったらぜひ推理してみて。花火すっごく頑張って考えたんだから、無駄にしたくないんだ。以上、仮面の天才花火様の挑戦状でした。全てのピースは揃った。諸君、良い狩りを。
お姉さん、こんな手があるならどうしてもっと早く使わなかったんですか？こういう乱暴なやり方は私の記憶の美学に反しているからよ。でも時には目的をなすために家庭へのこだわりを捨てる必要があるわ。あの妙なスイートドリーム劇団は見当たりませんね。地面に証拠も散らばってない。よー、メモキーパーちゃんにコールドフード、やっと来たか。まさか前の謎をスキップするとは。あれは花火様の自信作だったんだがな。朝は4本、昼は2本、夜は3本、これなんだ。殺人事件じゃなくなってるわ。たまには気楽に行こうぜ。さあさあ、かわいこちゃん、答え。あなたがそんな姿で目の前にいるってことは、答えはゴミ箱。ブッブッ、不正解。キバ、正解は花火だ。朝は眠くて起きられない。昼はあちこち走り回る。夜は疲れて四つん這いになっている。だから朝は4本、昼は2本、夜は3本。めちゃくちゃですね。かわいい答えじゃん。褒めてくれてありがとう。から今回はそう簡単にいかないな。不正解だった可愛子ちゃんを待っているのは最悪の誓い。消化勝利、人事をなす。湘南に過ぎないわ。協調よ。頑張って。殲滅開始。クラールから離れる。動じないで。答え見つけてごらん。隠れろ。助けてスバローグ。陰陽転換。最悪の誓い。びっくりしましたよ。何なんですかこいつ。ん？返事がないようですね。待って、様子が変だわ。花火を殺してしまったのですか。そんなバカな。ピノコニーの夢では死人が出るはずないのに。ガーデンオブリコレクション、あなた何をしたのですか。お姉さんがやったんですよね。夢の中で人を殺すだなんて。ああ、今わかりました。あなたがこうして僕ピノコニーの麗しき夢の中に死は存在しない。ここまでする必要はなかったのに。あなたが確かめたかったのはこれだけ。花火さん、あなたよ。もうすでにある人物に変装してる。そんなの。僕が花火だとしたら証拠を出してもらいませんと。最後の事件の日。ああ、密室殺人事件の。あれは花火さんが苦労して作ったものでしょ。事件を解く鍵は探偵が提示した2つの情報にあった。私の拙い推理で導き出せたのは2つの結論。1つ、でも探偵の説明によると、あの密室は死体の歯、つまり犯人には密室を作る理由がなかったの。もしくは現場が本当に密室だったと。二つ目の方はもっと明白だわ。助手はなぜ
みんなが現場に入った時、止血しようとしたのか。答えは簡単。あの時私はすぐに離れてしまって、謎を最後まで聞かなかったけど、だから犯人は密室のことを知ったと。それで彼は、もちろんこれは簡単な思考ゲームに過ぎ、つまりあなたよ、散歩さん。誰かに言われたことはありませんか？私からすればどちらも本質は同じよ。水面の小さな波紋に沿って、真実は嘘を。素晴らしい推理です。限りなく真。もう一つ、大芸術家の花火は寝室のドアに鍵をかけ、赤い絵の具であたかも血だらけ。犯人ではなく彼女の死の。残念残念、かわいこちゃん、あともう少し。花火様の死体でした。花火は花火様の死体に、じゃじゃーん、花火の勝ち。花火様の死体も登場人物に。別におかしくないでしょ、あの三つの章すべてに花。無理やり感のある印象付けではあるけれど、まあ認めるが。でこの散歩さんは。綺麗なお姉さん、最初から言っているではありませんか。僕は本当に何も知らない。なるほど、どうやら最初から愚者たちの罠にかかっていたのね。ねえ、そんなしかめ面してどうしたの？かわいこちゃんは楽しめたでしょ？少なくとも花火は楽しかったよ。君は記憶を、花火は憂鬱を、お互いから必要なものを手に入れた。これって気が合うってことだよね。それに君も花火も一人だからさ、花火と一緒に行こう。二人でダンスしない？あら、それは仮面の愚者が私に手を組もうと提案してきたと考えていいのかしら。ピノコニーでかつてないショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人は舞台裏に身を引くしかない。このショーを心ゆくまで堪能したかったら、ステージの上に立ってスポットライトを浴びながら君を取り巻く踊りの一部始終を眺めるのが一番だから、花火と一緒に行こう。最高の観客席はその中にこそあるんだから。どうしてそうまでしてファミリーの垣根を壊そうとするのかは知らないけれど、前にも言ったはずよ、メモキーパーはあなたの力になれない。他を当たりなさい。あと私はあなたが一人だなんて思わないわ。ああ、彼じゃなくてあなたの後ろにいるでしょ。あなたをピノコニーに雇った人は、あなたが他の勢力と裏で手を組むことなんて。へえ、どうしてそれを。よく記憶を深海に例えることがあるわ。けどつまり花火を断るってわけ。メモキーパーちゃん、無事にここから出られると思う？あら、ダメなの？驚かせてごめんね。そのうち答えがわかると思うよ。今日は初めましての挨拶だと思って、いつか気が変わったらパブに会いに来てちょうだい。見つかればの話だけど。驚かせてごめんね。そのうち答えがわかると思うよ。今日は初めましての挨拶だと思って、いつか気が変わったらパブに会いに来てちょうだい。見つかればの話だけど。行こう、散歩。あれ、散歩って誰だっけ。おや、
僕はベロブルグにいたはずでは。ほらね、どうしてダメなの？心配しないで。あまり乱暴なやり方は私の記憶の美学に反するから。私が二人の視界から消えれば、あなたたちは全てを思い出せる。ごめんなさいね。お気に入りのダンスパートナーはもう見つけてあるの。これはこれは実に素敵な夢でしたね、ウィレコ皇族。ブラックスワンさんの夢の穴はここまでです。そうでした、この夢にはあなたのお知り合いが登場していましたね。夢の中の内容を鵜呑みにしてはいけませんよ。ましてや他人の。本当に何かするわけないのに。あのメモキーパーのことは忘れて僕の話をしましょう。手伝うべきことは全部手伝いました。仮面を返していただけますね。いつから仮面の愚者も約束を守るようになったの？冗談冗談、その顔いいね。はい、これパブの穴蔵の鍵。左から3つ目の樽を探してみて。あ、花火が渡したとは言わないでよ。でもサンポちゃん、こんなに時間が経ったっていうのに、どうして急に仮面を取り戻したくなったの？あ、わかった、ヤリーロシックスに災いが訪れるとか。それについてはノーコメントですが、あなたが言ったあの言葉は好きですよ。ショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人はこの散歩も、たまには舞台に立って拙い芸を披露したいと思いまして。もしどうしようもなくなったら連絡してね。花火は友情を重んじるタイプだから。それは遠慮させていただきます。ベロブルグに近づかないでいてくれた方が助かるので。何しろ花火さんが求める愉悦は僕では到底届きませんから。ではジョバンニによろしくお伝えください。はいはい、言ってみただけ。気にしないで。まったく、どいつもこいつも。なんでしかめ面をするのかな。
アイオーンの夢ですか？ありえませんね。